どうも、ケール社長こと横山です。いつもありがとうございます。今回はですね、爆発的に成長する人ですね、5つの特徴ということでお話をしたいと思います。これらですね、今5つの特徴が全てできていたらですね、ものすごく成長できますんで、もう爆発的にですね、成長することができますんで、ぜひですね、5つの特徴を知ってみてください。でそれぞれですね、本当にとても重要な特徴なので、自分ができているかですね、チェックをしながら聞いてみていただければなと思います。で、これは5つの特徴ですね、ぜひ意識していただけると本当に、日々ですね、成長することができますんで、爆発的に成長する人ですね、どういうことがポイントなのか、特徴なのかということをぜひ知っていただければなと思います。ではですね、爆発的に成長する人5つのポイントなんですが、1つ目はアドバイスはすぐに実行するということです。で言われたことをすぐやるし、言ってもらったこと、アドバイスしてもらったことっていうのはすぐ実行するということをやっていくとですね、やっぱり成長するということがあります。言われたこととかですね、例えばおすすめのお店とかもそうだし、こういうことやった方がいいよっていうことをですね、すぐ実行してですね、その実行したことをすぐにこういうようなことやってみましたとか、あのお店行ってみましたっていうことでやるとですね、すごく喜んでもらえるし、自分自身も成長できるんですよね。キングコングの西野さんがどうやって絵本を描き始めたかっていうと、あれはタモリさんですね、タモリさんと芸人辞めますって言って食事に行った時に、タモリさんから絵本描いてみたらって言われたと。でタモリさんが言ってくれるんだったら、せっかくだからって言って書き始めたのがあの絵本なわけですね。ですからそういったアドバイスっていうのはすぐ実行することによってものすごく成長することができますんで、ぜひアドバイスを実行するっていうことをですね、やってみていただければなと思います。で2つ目ですね、2つ目は行動が早いってことですね。行動が早いということです。でこれもアドバイスはすぐに実行するにもすごく近いんですけど、自分で考えたこととかでもそうです。もうとにかく行動が早い、すぐやってみるっていうことですね。で結局時間、行動しないと成長しないわけなんですから、すぐに行動する、実行が早いですねということをやっていく。だから行動が早いっていうのはもうめちゃめちゃ成長しますんで、とにかく行動、行動ですね、スピードスピードスピードを持ってやっていくっていうことが重要です。では3つ目は目標設定が明確だということですね。目標設定が明確ということです。その目標設定が明確だっていうことはですね、やっぱりその明確さ、特に目標に対する明確さっていうのは武器になるんですね。で目標がしっかりと決めれてるかどうか、で何のためにそれやってるかですねっていうのを考えて、どういうとこを目標にしてるのかっていうことを考えていく。でそれが明確になればなるほど、自分の実行力っていうのはできますし、成長するわけですね。で何のためにこれやってるのとか、今日の仕事ですね、何のためにやってるのとか、今日の練習何のためにやってるか、それもでも目標が設定できていればですね、すごい成長するわけですね。ぜひですね、目標設定っていうのを明確にしていただければなと思います。では次ですね、4つ目は言い訳をするではなくですね、言い訳をしないですね。爆発的にですね、成長する人っていうのは言い訳をしないわけです。言い訳が出るっていうことは全部他人のせいにするわけですね。で他人のせいにしていったら、言い訳っていうのは自分を守るため、他人のせいにして自分を守るために言い訳をするわけなんですけど、言い訳をしていってもですね、成長しないですよ。一番、はっきり言ってこれが一番重要かもしれませんが、言い訳しなくてですね、全部自分のせいだと。松下幸之助さんもですね、パナソニック作った松下幸之助さんも、雨が降っても自分のせいだと、それぐらい責任持ってと。天気が悪かったとしても、もう自分のせいだと思うぐらい、今日を選んだ、今日を運動会にした、今日を旅行にした、自分のせいだというふうに思うぐらいにしていくと、どんどん成長していくことができるんですね。当然雨が降ったのが自分のせいかどうか分かんないですよ。でもそれを人のせいにしたりとか、何か問題が起きたのを全部人のせいにしておけば、全く自分は成長しないですね。雨が降るかどうかっていうのをしっかりと天気予報を見て、データを見て、今日降らなそうだから旅行にしようっていうのを決めたら成長するわけですね。ちなみに僕は結婚式台風だったんですよ。台風だったのをもっと3年前とかのデータを見ても台風だったんですね。でも今日を結婚式にしてしまったのは自分のせいだから、じゃあその中で何ができるかっていうのを考えていく。そうすることによってやっぱ成長するわけですね。だから言い訳せずにですね、雨が降っても自分のせいと思うぐらい言い訳しない、もう自己責任っていうのをやってもらうとですね、ものすごい成長します。で5つ目ですね、感謝を忘れないですね。感謝を忘れない人っていうのはやっぱり成長します。誰かのおかげ、成功したら誰かのおかげ、失敗したら自分のせいぐらいのやっぱり気持ちになっていくと、本当に感謝を忘れない人っていうのはやっぱりすごい成長しますし、自分のやっぱり人生良くなっていくんですね。ですから爆発的にですね、成長する人をまとめますと、アドバイスはすぐ実行しますし、行動が早いですね、目標設定が明確で、言い訳をしないで、感謝を忘れない、そんな人が本当に爆発的に成長しますんでですね、ぜひですね、ここを意識してやってみていただければなと思っております。それではですね、爆発的に成長する人5つの特徴ということでお伝えをさせていただきましたが、あなたはいくつできていましたか？
ぜひですね、そのどの特徴ができていて、どの特徴ができていなかったかっていうのを考えていただくと、すごくですね、その特徴を意識することによって本当に成長することができます。一つでもね、意識することができれば、ものすごく変わることができますし、5つ全部ですね、意識することができたら、ものすごく成長することができますんで、ぜひですね、どれができていたかとかっていうのもコメントで書いてみていただければなと思います。そうですね、今日5つの特徴ということで成長する人ですね、お話をさせていただきましたが、またこういったですね、まあ、皆さんの人生の役に立つようなお話ししていきたいと思いますので、ぜひいいねであったりとかチャンネル登録していただければなと思います。コメントもですね、たくさん待ってますので、ぜひですね、いいなと思ったらいろいろ書いてみていただければなと思います。それでは今回ですね、爆発的に成長する人の5つの特徴ということでお話をさせていただきました。経理社長こと横山がお届けしました。ありがとうございました。ぜひですね、この内容いいなと思ったらですね、コメント書いていただいたりとか、いいねの評価をしていただければなと思います。さらなる情報に関しては、LINE であったりとかそういったところでも、提供させていただいてますので、ぜひですね LINE 登録していただければなと思っております。